それでは早速ですけども、大変緊張なされているお時間だと思いますけども、会長の方から、地域の皆さん方、村民の皆さん方に、新春のご挨拶ということで、一言お願いいたします。はい、じゃあ皆さん改めまして新年明けましておめでとうございます。まあ、私もあの観光局の会長に、まあ、着任をしまして、まあ、2年目になりますが、やっぱりこの1年というものは本当に全く何も分からない状況で、いろいろあの皆さんにこうあのご指導いただきながら、なんとか1年の流れを把握できたよう、経験をしたような思いであります。まあ、今年は少しでもお役に立てるように、ちょっとあの読谷村の観光を盛り上げるように頑張っていかなければいけない役目だなっていう思いがしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ですね、やっぱりあの、うん、この観光っていうのはあの観光企業の人たちがあの、うん、関係してるわけではなくて、全てがあの村民、全てがあの観光には関係してると思うんですね。コンビニさんでもそうですし、やっぱ農業の方たちもそうですし、やっぱりあの本当にあの気がつかないだけであって、みんなが関係をしてるわけですから、あの村民挙げてみんなでほら観光を盛り上げて行くようにですね、あのちょっと気づきをしていただけたらと思います。ね、そうですね、まさにその通り。今、沖縄県においても、まあ、あの本当しきりにウェルカムツになろうということで、その観光客、いわゆる県外から来られた、方々をお迎えする、それは県民一人一人がそうならなければならないということ。そうです ね、ひかる様、振り返りまして昨年はいかがでしたか。はい、じゃあ振り返ってですね、まあ、長年ね、あの前会長の小平会長がね、今顧問ですけども、そういう下地をね作っていただいて、そして田口会長にね引き継いで、でいろいろね県内外こう回っていて、また会長のね、あのその人脈、ネームバリュー、これはですねかなりまた大きくてですね、とても我々は動きやすいですよ。そういったところではですね、あの田口会長を筆頭にこう、これからですね、あのそういう形ではもうあの出来上がってきたんで、これからどう仕掛けるかですよね、という形。逆にもっと会長を活用していきたいな、どんどん活がないといけませんね。まあ残すところ今年度もあと3ヶ月ということになりますが、どのような3ヶ月になりそうですか。そうですね、まああのまあ、やっと本当にあのいろいろと分かってきたもんですから、まあ、これから先ほども言ったんですけども、少しでもほらこの読谷村をいかにこう発信して、皆さんに、多くの皆さんに来ていただいて、そして本当にあの読谷村好きになってもらって、リピーターに、あの待っていただくだとかですね、あの本当にあのあのこれからいろんなあのこのあの計画っていうのかしらね、いろんなこの、あの商品を作りながらですね、あのまあ、あの旅行者とかにですね、知らせるっていう役目がたくさんあると思うんですね。だから本当にやることがいっぱいで、本当に弓曲、あの協会の皆さんとこう、一緒になりながら、あの心を一つにして、一つ一つほらこなしていけば、きっと読谷村も、まあ、今ももちろん観光客多いんですけども、よりたくさんの観光客来ていただくための方法っていうかしらね、それを今思ったものをやっぱりこれから発信してこう、あの行動に移せるような方法をやっぱり考えなくて、あのやらなくちゃいけないのかなっていう思いをしております。はい、まさに